赤口への伝説は、桜葉和樹の長編小説。2006年に、東京草原社から書き下ろしで刊行。第60回日本推理作家協会賞長編及び、連作短編集部門受賞。第28回、吉川英治文学新人賞。第137回直木35賞。センスオブジェンダー賞。今夜大賞候補。スピンオフ作品として、製鉄天使がある。 2017年にオトバンクのフィービーからヤギタ・ユキエのナレーションでオーディオブックが配信された。作者の桜場が自身の故郷である鳥取県を舞台に架空の村である高緑村に古くから続く製鉄業を営む名家赤口葉屋の女三代の1953年から21世紀に渡る歴史を描く大河小説である。物語は三部で構成されており、 第一部は1953年から1975年、語り部の祖母である赤、口まま葉を中心に語る、最後の神話の時代。第二部は1979年から1998年までを、万葉の娘であるケカサを中心に語る、虚と巨の時代。第三部は2000年から未来にかけて、万葉の謎の言葉の意味を、語り部であるトーコが調べる、殺人者となっている。 三部にわたり赤口梅への歴史が描かれる一方で、ところどころで戦後史が挿入され、赤口梅へと日本の戦後が連動するように物語が進む。これまで主にライトノベル、ゴシック、ゴシックマイナスシリーズや佐藤賀氏の弾丸は打ち抜けないなどで評価を得てきた桜葉が直木賞や日本推理作家協会賞などの主要な文学賞の候補となり、 一般文芸において高い評価を得るきっかけとなった作品である。桜葉の豊富な読書体験、とりわけガルシア・マルケスの百年の孤独など、世界文学からの影響も指摘されており、マジックリアリズム的手法を導入している。戦後間もない頃の鳥取県公力村、幼かった万葉は、偏京の人に村に置き去りにされ、村の若い夫婦に引き取られ、育てられることとなった。 見た目も、普通の少し子供と違い、文物でもあったが、一方で不思議な予言をしたり通常は見えないものが、見えたりしたため、千里岩と呼ばれるようになる。やがて、村の名家、赤口葉屋の大奥様、赤、口葉立と出会い赤口葉家に、腰入れするように言われ、赤、口葉屋三代の物語が始まる。読売新聞、赤口葉屋の伝説、桜葉和樹さん。 朝舎来店、本読売堂、読売オンライン。2008年1月27日閲覧。ありがとうございます。